安倍和成は福岡県大牟田市出身の元プロ野球選手。宇藤右内。小学1年時に大牟田イーグルスで軟式野球、5年時に投手を始める。6年時にはエースとして福岡県大会へ出場した。田熊中学校への進学後に軟式野球部に所属すると2年時の秋にチームを福岡県大会準決勝へ導いた。当時から 県内屈指の高等誌として評価されていたため、複数の高校から入学を勧誘されたが、実際には地元の大牟田高等学校へ進学。一年時の夏からエースとして活躍した。二年時の秋に福岡県大会優勝、九州大会準優勝を成し遂げたことから、三年時の春に第79回選抜高等学校野球大会へ出場。 佐野日本大学高等学校との1回戦では、先発で8回3分の1を投げて7失点で、敗れたものの、自責点は0であった。2007年の NPB 高校生ドラフト会議で、千葉ロッテマリーンズから4巡目で指名。契約金3000万円、年俸500万円という条件で入団した。背番号は60。2008年には、 イースタンリーグにおける2軍のチーム防御率が5.02という状況で先発、リリーフ両方でフル回転。同リーグ公式戦28試合の登板で2勝4敗、防御率3.29という成績を残した。2009年にはイースタンリーグ公式戦19試合に登板、1勝1敗、防御率5.74を記録した。2010年には イースタンリーグ公式戦10試合の登板で1勝2敗、防御率6.56という成績にとどまった。2011年には6月にイースタンリーグの月間 MVP に選ばれたほか、リーグの最終規定投球回へ初めて到達。通算18試合の登板でリーグ5位の防御率2.68、6勝3敗、1完封勝利、2完投という好成績を残した。 7月21日のフレッシュオールスターゲームでも同リーグ選抜の先発投手として2回を無失点に抑えた。9月17日の対オリックスバファローズ戦で先発投手として1軍公式戦にデビュー。勝ち負けはつかなかったが5回0、3を2失点に抑えた。以降も2試合へ登板したものの2連敗でシーズンを終えた。2012年には 一軍公式戦で6試合に登板。4試合で先発を任された。前年と同じく白帽子はつかず、2敗を喫したものの、防御率は3.95と、前年から大幅に改善した。イースタンリーグ公式戦では、15試合の登板で3勝4敗、防御率3.23をマーク。2013年には5月6日に、地元、福岡や福岡。 ドームの対福岡ソフトバンクホークス戦で先発。一軍公式戦へのシーズン初登板ながら、6回、1、3を無失点に抑える高頭で、一軍公式戦初勝利を挙げた。一軍公式戦全体では5試合の登板に、とどまったが、2勝0敗、防御率4.22をマーク。イースタンリーグ公式戦でも、 最終規定投球回へ2年ぶりに到達すると、リーグ3位の防御率2.91、5勝3敗を記録した。2014年には、イースタンリーグ公式戦24試合に登板。しかし、5勝9敗、防御率6.27と振るわず、1軍公式戦への登板機会はなかった。2015年には、1軍公式戦14試合の登板で、1勝1敗。 防御率4.50をマーク。イースタンリーグ公式戦では、15試合の当番で2勝2敗、2セーブ、防御率4.81を記録した。2016年には、レギュラーシーズンの開幕を1軍で迎えると、1軍と2軍を行き来しながら1軍公式戦13試合に、当番イースタンリーグ公式戦では、21試合の当番で1勝1敗、4セーブ。 防御率3.68という成績を残した。2017年には、イースタンリーグ公式戦で、チーム最多の45試合に登板。2勝3敗ながら、クローザーとして、チーム最多の6セーブを記録したが、1軍公式戦では2試合の登板にとどまった。後に10回したところによれば、シーズン終了後には、球団からの戦力外通告を覚悟していたという。 2018年には、オープン戦から一軍へ帯同。開幕一軍登録も果たしたが、登板機会のないまま、開幕カードの終了後に登録を抹消された。6月3日の対広島東洋カープ戦4回表に、同点で迎えた一四満塁の局面から、シーズン初登板を果たすと、無失点でしのぐことによって、チームの逆転勝利につなげた。その後も四試合に登板したものの、 一杯を喫しただけでシーズンを終了。イースタンリーグ公式戦では35試合に登板すると前年に続いてチーム最多の7セーブを挙げた。2019年には一軍公式戦4試合に登板。8月29日のタイト北楽天ゴールデンイーグルス戦でプロ初ホールドを挙げたことを皮切りに2つのホールドを記録したほかシーズンを通じて 無失点でしのいだ。イースタンリーグ公式戦でも48試合の、当番で2勝1敗3セーブ、防御率2.74と高騰。しかし、レギュラーシーズン終了後の10月3日に、球団から戦力外通告を受けると、同月30日に現役引退を発表した。引退してもマリーンズの仕事に関わっていたいとの、意向に沿って、2019年11月1日付で、 ロッテの二軍サブマネージャーに就任。2021年からは、球団広報に同し、打撃投手も兼務している。細身ながら、しなやかな腕の振りから繰り出される、最速時速143キロメートルのストレートと、切れ味鋭いスライダーが武器。ロッテへの入団後は、スライダーや、チェンジアップといった多彩な変化球と、切れのある直球のコンビネーションで勝負していた。 2013年以降は当時一軍のブルペンコーチを務めていた川崎健二老直伝のシュートも勝負球に用いていた。ストレートについてはロッテでの現役末期にチームへ導入されたトラックマンで回転数を計測したところ平均値より極端に少ないことが判明した。判明当初は回転数の少なさを引け目に感じていたが、 回転数が少なくても平均値より大きくずれていた方が打者の体感が変わる分だけ武器になるという球団スタッフからのアドバイスを受けたことをきっかけに自信を持って投げられるようになったという。また打者としての能力も高く高校時代には対外試合で通算24本塁打を記録した。ありがとうございます。